ベルトモリゾは真似の絵画のモデルとしても知られる19世紀印象派の画家。モリゾの画風は自然の緑を基調としたものが多く、穏やかで母子の微笑ましい情景などが特徴的である。男性中心の19世紀における女性画家ということもあってフェミニズム研究でのアプローチが多い。ベルトモリゾはブールジュでシェール犬管理の子として生まれた。 ベルトと姉のエドマ・モリゾは二人とも画家の道を志した。モリゾ家はロココ時代の画家ジャン・オノレ・フラゴナールの家系であると言われている。二十歳の時から姉と共にバルビゾン派のジャン・バティスト・カミー・ユコロをに指示、古外での制作を始める。ベルトとエドマは共に画学生として励んでいたが、エドマの方は結婚して子供ができたために画家への道を諦めた。 二人の間に、やり取りされた手紙には親愛の情が溢れ、またベルトの方は、江戸間が絵を描くことをやめざるを得なかったことを残念に思う気持ちが読み取れる。江戸間はその後もベルトを心を込めて支えた。1864年、23歳の時に二つの風景画でサロンに初入選する。ベルトモリゾは、その後、1874年第一回印象派展の、 前年までサロンに出展し続けた。1868年、モリゾはエドアール・マネに出会う。マネに絵画を学びながら、彼のモデルを多く務め、マネとの恋仲を噂されることもあった。基本的にマネが師であり、モリゾが弟子であるとされているが、二人の間には、お互いに影響を与え合うものがあった。また、モリゾは、ピエール・オーギュストル・ノワールや、ステファン・マラルメとの親交もあった。 1874年、モリゾは、マネの弟ジェーヌマネと結婚した。1878年に、娘、ジュリーを出産。夫婦仲も良く、モリゾは、夫や娘を題材にした作品を多く描いている。モリゾは1895年に54歳で、死去するが、マラルメ、ルノワール、エドガードがは、モリゾ夫妻が残した一人娘、ジュリーマネの後見人となる。 ジュリー・マネは日記を綴ったが、そこには、マラルメや印象派の画家たちの日々の様子が描かれている。また没後の回顧展ではマラルメが、カタログの序文を寄せた。ディヴァンガシオンに収録。マラルメの弟子であるポール・バレリーによる、ベルト・モリゾー、ベルト・モリゾーについてがある。1900年に、ジュリー・マネは、画家エルネストル・アールと、同時に、バレリーも、モリゾの名、ジャニー・ゴビアールと結婚した。 2組の新婚合同記念写真が残されている。ありがとうございます。